キュメンタリー。今日はクリスマスイブです。用事があって六本木にやってきました。東京タワーが見えますね。結構近いです。せっかく六本木に来たので六本木ヒルズに入ってみようと思います。行ってきます。どこがヒルズなんだか広すぎてちょっとわかんないですね。まあ行ってみよう。間違えた。ミッドタウンでした。六本木のミッドタウンに行きます。結構この間違いはしがちです。ヒルズは方角が違った。いやー、まだまだですね。私もクリスマスイブということもあって結構人が出てますね。クリスマスツリーも綺麗です。つい最近の Vlog でも登場しました、こちらのクリスマスツリー。今年はこれがツリーの見納めです。夜になってからちょっとだけクリスマス会をしました。やっぱりクリスマスイブのご飯は誰かと一緒に食べたくなりますよね。クリスマスといえばケーキです。ケーキも食べましたし、こちらのシュトーレンというクリスマスのお菓子ですかね。これ多分私初めて食べたんですけれども、とっても美味しかったです。中にドライフルーツのようなものが入っていて美味しかったです。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。